絶対楽しいです。すごいことになってるんで、皆さんが求めてた伝説まであとわずかですから。マジで、うわあ、ちょっとこれちょっと待って、いい、待って、今うんこだけしてきていい？はい、どうもこんにちは、ニオリです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが100マイルさんです。8割8割さんか。マイルが丸とかそういうことでしょ。はい、数字で8と100間違えたとか。あ、いい感じです。いい感じで合ってるんだろいや、だからその数字と、だからもうマイルと丸が、まあ、合ってたんでしょ。はい、そう、合ってたみたいにやめてください。そのだから謎解きになってんだって、もう。いやいやいや、名前いじりがもう最近のは。あー、でもごめんなさい、161キロじゃないんだ。違うよ、速くない。そんな何キロですか。いやいや、あんまり自分は急速で例えたことないから。160ぐらいありそう。ないやろ。体重、体重かい体重じゃないって。あ、体重じゃないですか。ないよ、そんな。あ、そうなんですね。そう、80いってないぐらい。うわ、結構あるな。うん、でもいいでしょ、70代だからまだ。でもアラエイトでしょ。アラエイトっていうのか分かんない、ね、年齢じゃないから。アラエイトって8歳、 7歳5ヶ月とかか。ダメだよ、そう、俺の苦手だ、そういうの。確かに英語が。確かに、早めに切り上げましょうか。うん、お願いします。一緒に電車。それも切り上げろよ、それも。あ、近くなんか、ちょっと動かすな。いや、もう行って固定しろ。いや、徐々に来た。こっちといえば、はい、何ですかという話ですよ。こっちといえばって言ったらもう、はい、カブトムシですよ。なるほど。うん、今回クワガタ終わりだします。え、クワガタ久しぶりじゃないですか。うん、久しぶり。こっちでね、クワガタの動画を撮りたいなっていうのを常々思ってるんですけど、はい、どうしてもカブトムシの動画で、うん、終わっちゃうんですよ、はい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 、その撮影時間的に、うん、で、動画外でやることになっちゃうんですけど、うん、言ってもクワガタですから。そっか、クワガタの方が好きだからね。そうですね、さ、生きてるわけですよね。そうですね、クワガタ、カブトムシ、まあどっちも好きですけど、クワガタの方がやっぱ小さい頃から憧れてたのあるんで、うん、やっぱクワガタも見せていきたいなっていうので、はい、またこの時期かという感覚、はい、うん、かな。虹色クワガタの終わり出しをします。おー、確かになんか久しぶりに。そうですね、うん、虹色一時ね、うん、めちゃくちゃやってたけど、はい、やっぱまあ産卵セットを組むってなるとね、一時、うん、待つんですよ。はいはいはい、孵化してからもちょっと餌あげてとか交尾させてとか、うん、そう、それでね、まあ実は本当はもうちょっと前に掘り返したかったんですけど、これ今11月で、はい、そうですね、はい、10月中に掘り返したかったんですけど、うん、まあどうしてもちょっと他の撮影の方が優先順位高くなっちゃってて、はい、ようやくって感じなんですけど、絶対楽しいです。本当に？バケモンです。そんなに上げてて大丈夫？ちょっとまずいかも。じゃ、はい、だから本当だったら動画外でやってもよかったぐらいなんですよ。虹色もそのまあ動画で、うん、割り出しも羽化とかも結構やってるんで、うんうんうん、動画外でもいいかなと思ってたんですけど、もう動画外にしちゃいけないぐらいの量というか、ああ、取れてる気するんで。はいはい。なんでもう出しましょう一回。そうか、わかった、はい、割り出すやつこちらです。はい、はい、もう分かります。ちょっと上にもう出てきちゃってて、出てるね、はい、っていうことは多分中にもう居住スペースがないんじゃないかなと、あ、いうことで、まあちょっと急いでやんないとという。確かあのこの手前側にも見えるんだよね。見えますよね、うん、そう、これがね8月セット組んでて、はい、でまあその1ヶ月後ぐらいに幼虫が出始めるっていうので、9月からなんで、まあ2ヶ月ぐらいかな、うん、2ヶ月ぐらいこの中にずっといるんで、幼虫たちが、はい、これ以上ここにいさせることにはいかないんで、うん、やりたいんですけど、これね、まあ、側面も見えるって言ってたじゃないですか。はい、ね、いや、前面見えるとかじゃなかったんだよ。はい、でも、ぼちぼちいますよ。ただね、その分こっちに。いや、すごっ、マジで。ほら、なるほど、すごいことになってるんで。でも動画としては外れ動画なのか。いや、違いますよ。森君から今後撮りちゃうな。クワカブの部屋ってその土いじりチャンネルじゃないんで、ちょっと忘れてますけど、クワカブチャンネルなんで。あ、そうなの、はい、クワカブの作業メインのチャンネル。わかりました、それならいいんですけど。行きましょう。はい、皆さんが求めてた伝説まで、うん、あとわずかですから。伝説になっちゃったらいいよね。でも皆さんもうサライ歌っててください。あとは、あ、マジでもうそこまでやらせる、はい、もうまずね、ここ、うわー、すごい、開けてしまう。そこの1匹一旦取り除いて、はい、あー、もうなんか意外としっかりと大きいですね。そうですね、まあ2ヶ月なんでね、あー、もう見落とすこともないと思います、はいはい、じゃあ行きます。はい、うわ、ほら出てきた、もう3、4。どうしようかな。うわ ー、 いやー、今のすごかった、今の、すごマジで、うわ
うわいやこれすごいわ。おお。いや本当にこれはやばいですよ多分。いやこういうなんかシンプルにすごいのいいね。そうっすね。いやえぐやば。国産カブトみたいな取れ方してますね。本当だ。あれ国産カブトでも失敗してもらった。いやあんま言わないでください。一回ねちょっとだけね。そう。いや本当は取れてる。でっかい衣装ケースです。はい。でっかい衣装ケースはあのたくさんカブトムシの幼虫入れてるんでもはや。あそうなの。はい。あれすごかったっけどな。これいやすごっ。これよ。いやこれめちゃくちゃすごくないか。ねえ。もうだってこれサムネでもいいぐらいだもん。いやもうそうっすね。ねまあ、サムネ候補。うわー。これとまあ側面にから映ってた幼虫の。どっちかか。はい。今んとこ。こんなん。いやすごいわ。ちょっとこれ何匹いるか数えていきましょう。はい。はい、じゃあ必要なもの。こちらです。はい。おこちら。はい。はい。まあ、100均で売ってる、まあ、セパレート式のケース。うん。と、まあ、シリコン製のピンセット。一応ね、このサイズなら手で、まあ、優しくだったらいけるんですけど、はい。まあ、一応、ちっちゃいのいた時用に。わかりました。はい。こういう備品も概要欄に載ってるんで、ぜひ、概要欄見てください。お願いします。そのケースめちゃくちゃ持ってるけど、これは、4つ目までいかなかったら失敗どうでしょう。いや、違いますよ。この時持ってきてるってことは。じゃあ、すみません、買います。これだけ。はい、それは、絶対いるから、それは、さすがに。いやでもまあ、だから50はいるんじゃない。いるのか。とりあえず。確かに、だってこれ見えてるだけで、いや、相当な量。相当な量なんで。ちょっと、行きましょう。すごいよ。うわ。なんか知り合いでね、まあ、はい、名前は出さないですけど、はい、なんか虹色を生まさせるのにめちゃくちゃ苦労してるっていう人がいて、はいはいはい、なんか悩んでたけど、これ見るとやっぱりすごい波盛りくってなるな。まあやっぱもう、まあ、伝説ですからね、僕。いや違う、あれギャグでしょ、だっていや、ギャグじゃないんで。いやでもやっぱ僕が見るアニメ全員拳合わせてるんで。黒子のバスケ、黒子のバスケもそうだったし、監督メジャーの重野とトシ君もやっぱ合わせたし、合わせた、はい、あやっぱなんかああいう青春な感じも、青春はありますね。ああいうのは好きなんだろうね。はい、そうです。奇跡とか、うんうん、友情とか絆っていうワードでGoogle 調べたら僕出てくるんで。確かにな。はい、いや出てこないですよ。だって出てきてたよ。出てこないですよ、なんで調べてんすか。いやもうすごい。あちょっとちっこいのもいますね。あそういうやつはさっきのねピンセット、はい、まあ、これぐらいだったらね、ここどんだけギュッてやってもこの先っちょのシリコンが調節してくれるんで、うん、すごいな。便利アイテム、便利アイテムです。これちょっと、いやもうなんかすごいな。ほらこの感じもやばいし、どんどん出てくる、どんどん。いやこれはやっぱもう動画のために残してたんですよ。いやこれは本当にね、はい、外でやったらもったいなかった。そうですよね、やっぱこうやって、うん、しかもこのね今日撮影まだこれ1本目じゃないですか、はい、これだけ調子いいとね、はい、この後もちょっと勢いますよね。そうですね、やっぱもう楽しい瞬間でしかない、うん、すごいわ。まあ、どんどん出てくるじゃん。そうですね、まだまだ溢れ返ってるからな。マンモス校っすよ。これ初めて取り出すってことですよね。はい、初めて取り出すんですよね。そうです、そうです。これはね、ちなみにランバージャックで買った、はい、大きい虹色っていうやつで、そうだから色はノーマルですね。サイズは見込める。そうですね、まあ、まだその虹色自体が多分大型血統みたいなのがないんで。あすごい、まあ、とりあえずでかいやつっていう。やっぱ64とかになると金額もやっぱいい値段になりますからね、うん、あいずれ出んのかね、その大型血統。どうなんですかね、まあ、やっぱ色が中心だからない気しますけどね。へえ、うわまだすげえ、すごいぞ本当に。マジでマンモス校だ。いや生きたよ、気に出た。さてはこれマンモス校だ。3回も言っちゃった。わあいいね、たくさん取れるけどテンション上がるわ。うわすごい、今全然まだえぐいな。今7匹ぐらいいたんじゃないですか。7はいたか、多分そんなには映ってなかった。あーでも7匹、いや25匹ぐらいいた。やりすぎだって、それはバレる。バレる、すがに合わせてボケにしようとしてるってる手口までバレる。これは楽しみですね。うん、どんどん出てくる。デジャブのように。まあな、たくさんいるからな。石油掘り当てた気分ですもんね。うわうわ、あの時と同じ感情だ。いや、ないだろ、石油は。あります、あります。なんでそんなどんどん嘘ついてる。いや、僕どんどん嘘ついていくチャンネルに変えたんですよ。はい、
エイプリルフール楽しみだけど、そんなやつの嘘は4月1日に500本動画あげるんで。やりすぎでしょ、バランス考えて。うわあ、すごいすごい、ほんとどんどん出てくるぞ。そうっすね、まだまだってことでもないかな、さすがに。だってもうだいぶ出したよ。まあ確かに、いやでもまだまだこれもう永遠に出てきます。いや永遠に土いじってるだけだよ、こっから本領発揮ですから。いやでももうやっぱ見落としだけはね、全然ね、ありえるからね、はい。やっぱもう一匹見つけたらもう一匹いる気持ちで探しとかないと見落とす確率やっぱ上がるんで。ああでもこれぐらい、はい、オッケーです。はい、素晴らしい。ということで一回ちょっと締めさせてもらうんですけど、ここ、はい、結果的に、まあ、2個、2ケース目までいきました。2ケースか。何匹だと思います？50って言ってたもんな。55。目標言っていいですか？いや、目標って最初に読むんだから、ね、どうにでもなるじゃん。言っていいですか？いや、言ってくれる。目標、目標10。いや、まあ、だいぶ甘い、だいぶ甘いって、はい。結果、はい、ちょうど、はい、50匹です。ああ、でも50はいるんだ。はい、目標10は一旦さておくね。目標の5倍。いやいや、それもう本当いくらでも調整できちゃうから。すごいです、これは。ただ、まあ、数は本当すごいわ、はい、革命。こんなに取れると思ってなかった。そうですね、うん。やっぱ虹色でもやっぱ50のイメージあるな、たくさん取れた時。あ、そう、うん、うわすごっ、めっちゃいるじゃんってなった時は50いる時みたいな感じの印象ですね。すげえわ。ちょっとせっかくなら禁止瓶に入れるまでやっていいですか？あ、いいね、はい、確かに。ちょっとこのこいつ一旦やってあります。ゲスト、はい、皆さん、ご賞はよろしいでしょうか？え、それでは皆さん指紋もしっかり確認して、はい、親指と中指をつけて、やり方を、ね、せーの、はい。うわ、だいぶ皆さんの力のおかげで結構後までいきました。あ、みんなの力っていう感じなの？そうです。すごい。とりあえず禁止瓶36本、はい、ドルクスオーナーショップさんの禁止瓶32本、32一旦用意しました。はい、で、まあ意外とここ動画外にでやってるんでね、ここだけ。いや、この作業大変そうだよ。いや、でもこれはもう楽です、やっぱ既製品なんで。そう、いや、でも、はい、詰めてあって。蓋だってそんな気開けるの？いや、蓋開けるの好きなんですよ、僕。え、閉めるのが苦手なんですけどね。なんか登山好きだけど下山あんま好きじゃないみたいな。それと一緒なの？はい、それと一緒で。マジでそんな違いないでしょ、そこまでの。こっちは、いや、でもまあ嬉しい悲鳴ですからね。これでもこんなか。え、マジでサクサクいく？マジ簡単なんですよ。え、めちゃくちゃテンポいいな。もう、そうですね、通販じゃないですね。まあまあ、そこは持ってないけど、どの道、はい、テンポって言ったんで。ああ、そういうことか、はい、ちょっと油断しないでくださいよ。だってそれ、ダメだよ、今、最悪あそこいいじゃん、なんかない、無理なんだよ、本編無編集なんで。いや、そんなことないでしょ、それは、魔人に失礼だし。いやいや、だから魔人には僕が代わりにずっとありがとうって言ってるし。代わりにっていうか、いや、本来自分で言うべき。いや、だから、無編、サンタと一緒なんで、僕の言ってることは。サンタと一緒、はい、自分サンタだと思ってるんだね。だいぶ痛いけどな。まあさ、まあ、僕がっていうよりはこのチャンネルがね。ああ、なるほどね、はい、無編集とかも早くまた。じゃあプレゼント動画やってよ。何ですか？サンタはそのイメージがあるから。ああ、いや、まあ、やっぱ難しいんですよ、 YouTube って。確かにな、はい、だから17ライブとか俺が やり始めたらプレゼント企画があるかもしれないです。17やるの？いや、やらないですけど。やる予定ないだろ。はい、いや、でもやっぱ17楽しかったんだよね、見る側としてね。はい、なんかスパチャみたいなのしましたね。はい、秋田の女の子が、はい、喜んでた、喜んでくれたんで。17もいいですよ。あ、まあでもあれ以来ね、やっぱね、うん、やっぱもうスパチャ投げた身なんで、うん、それ以来もう入れてないんですけど、そこに、うんうんうん、入ったらなんか通知行くんですよ、多分、うん、誰々が入りましたね、うんうんうん、なった時に一人で見てる時に呼ばれるのちょっと恥ずかしいんで、うん、の八幡さんか平岡さんいる時じゃないともう入れない体になっちゃう。どんなや、そんな、はい、気軽に行けるでしょ。まあ、気軽に行けはしますけど、やっぱちょっと呼ばれてる時一人でいて、呼ばれた時にそれをに慣れちゃったら僕もう止めらんなくなるんで、うん、ああ、なるほど、はい、そういうことか。誰かといる時限定っていう風に縛り聞かせないと。そうそうそう、はい、そんな人間ってそんな不器用じゃない？止まんなくなるんですよ。すごいよな、三森特急列車なんで。なんで俺らで止まるかも分かんないし。そんなお札みたいなことでしょ。お札ですね。
僕らがキョンシーみたいなとこあって、ああ爆裂キョンシー、はい、すいませんね、いやいい、八幡さんと平岡さんの、そう元コンビね、はい、コンビ名、コンビ名なのに、さあここまここか、そこだね、すげえな、ちゃんと入っていくわだね、でやっぱ虹色僕も今ちょうど羽化してきてるんですけど、はい、今年の冬に、うん、今年去年の冬ぐらいに、うん、生まれてきたやつらが、うん、今結構やっぱなんだ飯島店長に触発されて、うん、虹色大きいの出したいっていう、ああいいね、はい、確かに飯島店長そこ狙ってるもんな、そうなんですよ、だからで今60が出てきてて、うん、やっぱでもやっぱ60以降が難しいですね、あああるねやっぱその、はい、いくらから壁が、そうですね、やっぱ2本目は1400に入れないと難しいかもしれないですね、あれこれ大丈夫か、大丈夫、入れてないよ、よしこれで、はい、もうひたすらだからもうこれも3ヶ月ぐらいかな、3、4ヶ月で交換して次、まあオスの場合は1400に入れようかなと思ってます、しかもまあこれ親もでかいんで結構サイズ的に見込めると思うから、いいね、ミモリ君のね、なんかオリジナルの血統とかできたらいいよね、あいやでも僕は作んないですね、あもうそういうのはね、結構やっぱ大変なのかあれって、いやまあ僕そこまあ血統大きくなるやつとかすごい好きですけど、うん、やっぱすごいんで、やっぱもうその作り上げたとか、うん、何年もかけてますから皆さん、あだから そこは生半可には手出せないのか、そうですね、だからなんか感覚で言ったら草野球で130キロ投げてて、うん、で相手チームとか結構抑えてて、うん、それでまあプロ目指そうとしちゃうみたいなぐらいの感覚というか、あ野球楽しく野球やってただけなのにやっぱ辛い思いもするんで、うんうん、プロを目指すっていうのは、そうなの、プロ野球選手がいる例えでしょ、はい、今まあ僕もそういうことあったんで、いやないでしょ、どんどん嘘ついていく、いやいやいや本当にいやでもやっぱそれぐらいやっぱ覚悟を持たないといけないから、やっぱもう僕は趣味でね延々にやりたいっていうのはあるんで、そうか、だから伝説作っていくことを言ってるから、はい、結構なんか目指してるのかと思ったけど、あ、でも、まあ、まあいつか、まあ、銅像とか作ろうかなじゃいや、そんな感じでは作ってほしくないって、はい、そういう伝説の作り方なんで、はい、あの形だけ、はい、中身スカスカで宮崎市の僕が生まれた町に、うん、カブトムシとクワガタ、いろんな世界のやつの、まあ、ヘラクレスとか、うん、銅像を並べます、いやいや、怖っ、そういう伝説の作り方、いいでしょ、宮崎困るんですよ、さすがに、で、あとはやっぱ伝説作りたいのって言ったらやっぱ夏場とか昆虫採集でみんなが、うん、樹液採集とかするじゃないですか、はい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 、その樹液にくっついててみたいですね、僕、え？カブトムシと一緒に、怖っ、めちゃくちゃ怖いですね、捕まえてくれんのかな、いや、誰も無理でしょ、無理か、通報して終わり、怖いもんな、いや、いい、この時間やっぱ楽しいんですよ、この時間って結構一人なんで、その動画外だからこういう話もできずだったりするんですけど、うん、なんか小太りで自身したのいますね、小太り、ああそこ膨らんでるとこな、はい、あ、ウーバーイーツが来た音ですね、お、いいじゃないですか、あ、ちょっとこれ見ろ、ちょっと待って、いい、今、はい、うんこだけしてきていい、ごめん、めちゃくちゃ漏れそうで、 あの急すぎないですか、こっち、おい、急に出んねん、あ、8なのにね、じゃあ、じゃあ、始める、そっちの数字じゃない、じゃあまあここ最後まで行きますんで、皆さん田島さんがあのうんちしたいみたいな、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、皆さん一緒にいいでしょうか、すいません、はい、こっちから行きましょう、せーの、はい、結局田島さんが漏らしてしまいました、漏らしてないです、大丈夫だよ、大丈夫です、本当に嫌でしょ、この家からうんこ漏らすやつ2人見たら、ちゃんと拭き取りました、拭き、いやここではしてないし、え、じゃあじゃあもうちゃんと音入れて、音しました、ししたをつけるタイプなんですね、うん、珍しい、うん、ちゃんとしっかりしてた俺は、いやいやいやしっかりしてる人カメラの途中でうんこ行かないっすよ、多分、うん、ちょっと多分朝握りを食べ過ぎた、はい、握り、うん、おにぎり、あー握りっぺかと思った、そう握りっぺ食べ過ぎた、やばい、オッケーかなんて、そうか、あーでもよかったです、うん、まあ、はい、そうこうしてる間に八幡さんの処理、八幡さんのうんこの処理と、うん、まあ、禁止便、うん、終わりまして、こっちです。おお。ちょっと50匹。はい。ですね。16×3足す2なんで。うん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 。多分50です。はい。はい、でまあ禁止瓶もね、あともうちょっと置いてたら、うん、まあ一気に劣化しちゃうんで、このタイミングで使えてよかったな。おお。本当にギリギリだったんだ。まあそうですね。よかった。よかったよかった。うん。いやもう大成功。
はい、ですね、はい、数がまず本当に言うことないから、はい、で虹色一応ね産卵一番を何回か使った産卵一番を僕、まとめて冷凍処理して使ってるんですけど、はい、それやっぱいいですね、うん、水分量気持ち多めというか、あ、多めなんだ、はい、なるほど、で、もうほんと肩ガンガタ詰め、もうカチカチに、カチカチですね、もうな石と思われるぐらい、それは無理だと思うけどな、もう石、もうできるだけだ、ミミちゃんみたいに殴っちゃっていいぐらいですね、ミミちゃんだったらねんねちゃんのこともしくしまあまあそんな感じか、ねんねちゃんの後ママだし殴る全部違うよそうか、そうそうそう、まあまあ、あのうさぎのね、ぬいぐるみのごとく、そうそうそう、うん、言っちゃってもらって、はい、まあまあ、僕はミミちゃんって呼んでるんで、ミミちゃんってあれ、人形の方がミミちゃんじゃん、あ、そうなんですか、いや、わかんない、今、そういう意味じゃなくて、はい、本当に間違えただけ、いや、ボケですよ違う、マジだってねねちゃんね、ねねちゃん、はい、まあでも、本当片詰めで、多分やって、はい、やれば、多分産むと思うんで、はい、虹色すごい繁殖力も高いし、サイクルも8ヶ月ぐらいで羽化してくるし、うん、はい、やっぱ綺麗なんで、うん、おすすめではあるんで、わかりました、ぜひぜひ皆さんも検討してみてください、お願いします、はい、そんな感じなんですけども、どうでした、はじまさん、え、だから本当にこんだけ撮れたら本当にテンション上がる、はい、ああ、ありがとうございます、でもやっぱコメント欄とか見ると80カメラマンの時はちょっと失敗動画がいいとか言う人もいるので、なんとかね、そこはそのやめた方がいいですよ、俺も本当に楽しみたいから、いやいや、本当にはじまさんの高評価祭りと同じ気持ちなんで高評価、低評価祭り、低評価祭りであれば、そうか、そうそうバスケの試合みたいな、いやめて、低評価、高評価配信だけね、はい、そうそう、そういうのなってるんで、まあ、はじまさんも YouTube やってて、最悪だよね、はい、ぜひ、あの、はじまさんの、まあ、カメラマンのはじまさんのチャンネルも概要欄にありますので、はい、ありがとうございます、ぜひ覗いてみてください、はい、高評価お願いします、お願いします、はい、振りじゃないですよ、うん、やめろ、振りじゃないになっちゃうから、それがまあそうか、まあぜひ生配信も定期的にやってるみたいなんで、お願いします、はい、お願いします、ということで今回の動画は以上になります、ご視聴ありがとうございました。